こんにちは、紹介状です。今回はガシャポンですね。仮面ライダーエグゼイドのなりきり仮面ライダーエグゼイド06。はい、もう第6弾ですね。今回は全5種類なんですが、今回のラインナップはめちゃめちゃ強力ラインナップと言えると思います。では早速紹介していきたいと思います。はい、では全5種類のうち、まずはね、この2つ。もう黄色が、黄色とね、ピンクが見えていますから、ゲーマードライバーですね、この2種類は。ということで、まずはね、こちらの大きいカプセル。はい、開けましたが、はい、まだね、何バージョンか、わかりませんね。はい、まず見た目はね、これまでラインナップたくさんされてきたゲーマードライバーですよね。はい、そしてこのレバーを開くと、何バージョンかがわかる。いきます、せーの、おー、あ、デュアルベータの、ブレイブとスナイプだ。ファンタジーゲーマーとシミュレーションゲーマーですね。はい、上下に分割されていて、絵がね、ちょっと小さくてわかりづらいですが、はい、このようにファンタジーゲーマー、そしてシミュレーションゲーマーが、このように、そしてレバーを、回すと、はい、2パターンですね。はい、このように、中の絵柄を切り替えることができるようになっています。かっこいいな。相変わらず、ゲーマードライバーの造形は素敵ですね。はい、よくできていますね。もちろんね、ガシャッと、装填する穴も、こちら開いています。ではもう一つのゲーマードライバー、こちらも開けてみましょう。はい、こちらも、今のね、ゲーマードライバーと見た目的には変わりませんかね。はい、変わんないですよね。で、何が違うかというと、いきます。せーの。出たー。これは、おー、すごい。これは貴重ですね。まだね、デラックス版発売されていませんからね。ということで、ゲーマードライバーのマキシマムゲーマーバージョンですね。おー、出た、斬新なこの絵。すごいインパクトですよね。あ、こういう感じの発光なんですかね。なるほど。はい、こちらにもね、ガシャッと装填する穴が開いていて、まあ、このようにレバーは操作可能。そして、いつもの通りクリップがついていますので、腰にね、つけたり、いろんなところにつけることができるようになっています。ということは、ゲーマードライバー、この2種が入っていたということは、残りの3つのカプセルのうち、1つはベータで、1つは、ね、マキシマムなんですかね。おそらくこれが、ちょっとダイヤルっぽいのが見えているので、これが、デュアルベータなんじゃないかな?はい、開けます。あ、ですね。はい、この大きなダイヤルがついた紫のガシャットですね。ガシャット2個分。過去の段で、青い色のデュアルですね。あれが、ラインナップされていましたけど、それの色違いですかね。ほとんど。うん。青から紫になっていると。で、この、ダイヤルはね、やっぱり回らないんですね。付属のシールがこちらでございます。完成したガシャットギアデュアルベータですね。はい。基板はこちら側だけステッカーが用意されています。反対側は、こちらですね。真ん中のダイヤルから、タドルファンタジーとバンバンシミュレーションズの2つのゲームのステッカーがしっかりと用意されていて、再現度もバッチリ。そしてこのボディのメタリックパープルの塗装も綺麗ですね。さらに、さっきご紹介したゲーマードライバーに、このガシャットをセットすれば、はい、真ん中のディスプレイにぴったり、よりね、なりきり遊びができるようになりますね。おー、素敵だ。では、残り2つ。小さいのと大きいの。小さいのいこうかな。小さいのが、ほっ。お、出た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 。おー、来たね、これ。あ、意外とエグゼイドの顔がちっちゃい。うわ、初めて立体物を見ますね。あ、こんな形になってるんですね、後ろとか。すごい。ちっちゃいけど、エグゼイドの頭部がしっかりと塗装。目とか髪の毛とか。細かいですね、これ。
おお、なんかすごい後ろとか横がゴツゴツしてる。こんな形なんですね。こちらのシールが付属していました。早速ね、貼ってみたいと思います。はい、ということでシールを貼りました。マキシマムマイティ X ガシャットです。はい、デュアルみたいに2本分ですね、はい、のガシャットになっていて、このね、一番の特徴がこのちっちゃいエグゼイドの顔がこんなところにものすごいデザインですよね。これ早くね、デラックスでも欲しいところですが、はい、ですね、こちらはマキシマムマイティ X の、はいね、ゲームの、デザインですね。このシールが用意されています。で、側面のシールはここになります。これどう見ても横文字に見えるんですよね。これほら、マキシマムマイティみたいな、わかんないけど、ほら真ん中にグレーのラインがあるよね。横に見えて、これ通りに貼ると多分違うよね。これ一応ね、公式のホームページ、ガシャポンのね、ホームページの、ステッカーはこの向き、まあデラックスとかもね、もちろんこの向きだったので、これで合ってる。まあちょっと縦長になってるんでわかるとは思いますが、一応ね、お気をつけください。裏面には、いつものね、グリップ部分が存在しますが、はい、このように側面がね、すごいですね。基板はブラックにゴールド、だったと思いますが、本当はね、こちらはね、グレーだけになっておりますね。実際はもうちょっとね、黒が多かったり、黄色がゴールドだったり、するんですが、まあ雰囲気としては結構、ね、いい感じ。エグゼイドの顔がね、ちゃんと塗り分けられてるのはいいと思いますね。ここが一番のポイントですもんね。面白いですね。そして、先ほどご紹介したもう一つのゲーマードライバー。こちらにね、セットすることで、よりなりきり遊びができるようになっていますね。はい、ディスプレイの絵と、とてもよく似合いますね。おー、こういう感じになるんですね。はー、なるほど。いや、それにしてもすごいところにエグゼイドの顔が、本当に面白いデザインですよね。はい。で、あと一個は、なんだっけな。なんだっけ。あ、思い出したそうだ、この段だ。あ、わかりました。そうか、残りの1個ってか、ちゃんと調べとけって感じですよね。そうだ、これねマキシマムと今回、もう一つの目玉ですね。これ今まで商品化されて、立体化されてないはず、多分。よいしょ。お、はい、ボールチェーンがついた。はい、もう皆さんこれわかりますよね。はい、M が使っていたゲーム機。ね、劇中に登場した、あの、ワンダースワンみたいなやつ。うわー、これすごい。はい、こちら。M のゲーム機スイングということで、ボールチェーンがついたスイングになっていますね。はい、白いボディで横長、そして、十字キー、アナログスティックなのかな、そしてボタンが2つとなっています。そしてディスプレイには、マイティアクション X が映ってますね。そしてこちらにはロゴが入っていて、上の方を見ると、あ、左右にもボタンがありますね。LR みたいな感じですね。はい。で、後ろ。あ、ちゃんとこういう、なんだろう、持った時に、こちらの方がちょっと薄くなってる感じ、ね、ゲーム機らしいデザインになってますね。はい、裏にもロゴが入っております。はい、下はこんな感じですね。へー、意外とよくできていますね。特に何が稼働するってわけでもなく、本当に、この軟質の、まあ、こういった素材の塊って言ったらですけど、はい、こういうものなんですけれども、ね、ちょっとなんか、パッと見た感じ、消しゴムみたいな、ね、ちょっとすごい硬い消しゴムみたいな、なんて言うんだろう、触り心地っていうのかな。一見すると、キャラクターものは何もね、デザインされていませんので、割と年齢いってても、これをね、飾ってても、そんなに、なんだろう、目立たないというか、なんだろう、普通のゲーム機の、スイングに見えるかなと思いますね。はい、ということで今回の第6弾おさらいね、ラインナップはこんな感じですね。はい、とっても豪華なラインナップの全5種類となっております。はい、とっても内容の濃い、ラインナップだ
ったと思いますが、皆様はねどれが欲しいでしょうか、ぜひね見つけたら回してみてください。ということで以上紹介ジャーでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。